ばんはです。こんばんは。こんばんは、こんばんは。投稿をしようと思ってなさい。こんばんは。ありがとうございます。ヤッホー。作業中です。作業中。
どうしよう、投稿やめようかな。どうしよう、迷っておる。いや、いい推しの日なんですよね。いい推しの日だから投稿しようかなって。でも亀子さんの写真をお借りしようと思ってるんです。お借りします。お借りします。ちょっと周りにメンバーが映ってるんでぼかします。よし、諦めずに投稿するぞ。なんかさっきお話が終わってレッスンあったんですけど、そのレッスン中になんか急に気管に入って埃が、それから咳が。また来たわ。急に気管に入った。そうなんや。こんな時間に投稿しますね。えい、どこした。いい、いい推しの日。
死ぬ日ぼかし方ちょっとあれ下手下手かもしれない。イエーイ。いい感じ。よかった。あはは。あはは。そう、新衣装も載せてみた。そう。カムコシティさん、ありがとうございます。悪い推しの日も悪い推しの日もあるの。また使うかも。ヤングワンガン買いました。ありがとうございます。そうなんですよ。私もね、ゲットしました。ここまで乗せてみる。だって多分もっと乗せたら絶対バンされるもん。ここまでならいいか。私がいる見て、私がいる。へへ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 へ。ポスターがついてます。超でかい。表紙はオッケーだと思う。っていうか表紙めくったらねびっくりするんだけど、表紙めくったらもうびっくりしました。やばいよこれは。やばいよこれは。ありがとうございます。そうなんや。表紙はね結構なんて言うんだろう、でも結構爽やかな方よね。表紙の方は表紙の方はな結構爽やかって感じだけど、めくったらねえって息を飲むかもしれない。うん、そうそう、ポップな感じね。そして私は冒険をしている。君だけのもの、ね、いやでもねすごい、あのね1、君だけのものって書いてある場所をめくった時の右側はすごい安心してる。すごい安心しています。うん、でも左側がちょっと安心できませんが、まあでもね、こんなショットあったんだねっていう感じで、これは初見ですね。初見さん。でもこのね超可愛いんですよね、このうん
右側の方は無事故で撮影してて、衣装も可愛くて、もうね、無事故ってすごいレトロな雰囲気ですごいおしゃれなんですけど、そうね、溶け込んでるかなって思いますね。そうだよ、これ私が持ってるねソフトクリームは、これ蜂蜜のソフトクリームで、すごい美味しいんですよ。だからそこになんか置いちゃったんですよ、なんかこれを持って撮影してねみたいな、ポップとかカチューシャとかあったから それでつけてみた。だからそう、これは蜂なの。ちょっとわからない方ごめんなさい、わからない方はそう、あのね、文字工では蜂のカチューシャつけてますね。もしなんか届いたら、あ、これのことかと思ってくださいな。で、次めくったら、あ、これも初見さんだな。なんていうの？9ページか。9ページも初見さんですね。でもそう、これ可愛いんだよね。うん。可愛いのよ。うん。表情天才。お、本当ですか。確かにこれはどういう表情なのか、確かに結構なんだろうね。そうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。言葉をつけるとしたら9ページに明るいとこで見ると、なんだろう、なんだろう、なんだろうね、ヤッホーすいません、ちょっと雰囲気ぶち壊した。おはよう、おはようおはようって感じかな。うん。ごめん、ちょっと今日やばい、冴えてないです、すいません。今日ちょっと、私頭が硬いです。そして10ページは、ん？ 11 ページ10、あ、10、そういうこと。ごめん、9ページってこれ9番ってこと。9番、あ、上下でページになってる。ありがとうございます、すいません、ね、番号でした。で、これは11番は、そう、これね、なんか雰囲気が出てるよね。そう、そう、うん、そうなの、これも雰囲気が出てますね。あのね、これね、私服です。これね、私服なんですよ。普通に撮影終わってその後なんですけど、そうなんですよ、そう、帰りです。これはだけめちゃくちゃ本当ね、ナチュラルです。で、12番は、あ、これね、お風呂ね。12はお風呂です。黒のランジェリーは危ない、危ない。
そう、最後12番最高。お、12番好評。12好評ですね。でもね、結構ね、それぞれね、好きっていう方がいらっしゃるんですよね。それぞれこれが最高とか、この表情がいいとか、このページが一番好きって言ってくれる方がいろいろそれぞれいらっしゃって嬉しいですね。ありがとうございます。皆様一人一人の解釈でよろしくお願いしますうん、そうね、ありがとう。もう結局あれですよね、全部いいけど僅差でってことですよね。あえて選ぶならっていうところですよね。これピンナップは本当にびっくりしたな私。って思っちゃったもん。急にほんと全部可愛いですよね。嬉しいな。すごい、もう関東グラビアですごいね。8ページだけどすごい濃いかなと思います。でね、一番最後のページにも載ってるんですよ。はがきがついてるんですけど、これね、プレゼントがあるんですよね。これも忘れずにね。そう、まず直筆サイン入りチェキ5名の方とクオカード20名の方私関連のやつは、あとはいろいろあるんだけど全部すごいけど、それがなんかプレゼント係あるんで、ぜひぜひ。え、待って、今見たグラビアについて伺いますすごい、特別付録高尾沙耶香特大両面ポスターについて伺います。あなたの満足度を5段階で評価してください伺われてるよ。伺われてる。やばい。ひゃー10とか言っとく。10です。嬉しいな。中にもね、漫画がね、ありますね。ここに漫画があります。いや、びっくりびっくり。まさかこうなるとはね。あ、そう、次の号もそう、巻末グラビアに載せてもらいます。そうなんですよ。怖い漫画があった。そう、3号連続でございます。
イエーイ。どうしよう、これさ両親買ってるかないや買ってくれてるかもしれないけどさ、どうなんだろうな。いやこれ、いや渡す、そういつの間にかね、あの買ってくれてるんですよね。乗るのも分かんない、知ってるかな、写真集のことなんかね。うん、まだ話してないんだよね。全然知ってる、あ、発言したことは言ったけど、そのなんて言うんだろう、気持ちとか聞いてないね、うん、どう思ったとか聞いてない。そうだね、そう、これプレゼントしよう、じゃあ私からプレゼントしようね。そうだよね、親孝行かな。恩返しになるかな。ね、そうだよね、うんうん、でもお父やん、そうなんですよね、私なんかアイドル合格して、いや受ける、受ける前になんかそう一回そういう話になったんだよね。そう、グラビアとか、そうグラビアとかするのかっていう話があって、でもその時まだ誰も STU メンバー水着になったことがそうなかったから、いやないよって言ったんだけどねまあきっと喜んでくれてますよ。うん、喜んでくれてますよ。ねえ全然、でもそうだよね、写真集を出せるなんてほんとその時思ってなかったからな。何が起きるか分からん。人生何が起こるか分からん。新州は、うん。撮影の時は言ったけどね。でもさ、その時は確かなんかおめでとうみたいな感じだった気がするおめでとう、福岡で撮影することも
喜んでくれてた気がする。買ったけど見えない。おお、いやすごいよね。この前お母やんが、さあちゃんが頑張ったりけん、お母さんも頑張れるよって言いよったけん、いや、お母さんがおるけん頑張れるよって言った。お互いずっと無理しないようにって言ってる。お母やんはいつも無理するから、無理しないようにねって言ったら、それはさあちゃんよ。同じ性格かも。お母やん人のためにめっちゃ行動するからさ、でも岡谷の方がメンタル強い多分。強い。母は強いか。そう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 。さあちゃん、そんなこと考えても無駄よ。そんなそんなこと考えても無駄無駄。幻想その時はえってなるけど、時間経ったら確かにってなる。確かにな、この時間無駄やな。なんで考えてるんだ。最強ね、この考え方。でも本当、明日は2年の生誕祭とアーナーの卒業公演がありますの、ね、アーナー。
今日はアーナとの最後のレッスンだった。ユニットも最後ですね。立花隼人さん、ありがとうございます。ありがとうございます。立花隼人さん、ありがとうございます。お話し会もありがとうございました。ありがとう、こちらこそありがとうございます。そうだ、ハロウィン。やばい、これは年末まで忘れてるかもしれないいや、ちゃんとするから、ちゃんとするから。
あ、そうですね、事前に言います。いや、最近ほんと忘れっぽいんだよね。いや、ほんともうすぐあれかな、25歳になるからかな。最近忘れっぽいんだけど、やばい。いや、大丈夫か。まだまだ大丈夫ですね、覚えることがたくさんで、まだ消化しきれてないけん、キャパオーバーなんかな。ありがとうございます。私にもキャパシティがあったか。でもカラオケ配信もしたいんだよね、ちゃんと喉が治ったら。最近すぐ喉がカラッカラになるんですよね。今までさ全然あの飲み物を飲まなくても大丈夫だったんだけど、最近すぐコロコロ。それ派で乾燥してるのか。空気が乾いてるだけや。そう、咳ね、夜出るらしい。で、夜で安いんだって。うん、そう、自律神経か。お話し会、そう、お話し会ね、そう、大丈夫だったんだよね。やっぱ飲み物大事だね。自律神経、副交感、気管が狭くなるのかな。もう治ったかなと思ってさ、今日薬やめちゃったんだよね。なんか、うん、あ、ダメですか。あと3回、6回残ってる。まあそうなの。じゃあちゃんとこの後飲みます。なんかね、吸うやつ。うん、なんか吸うやつ難しい。喉まで行ってる気がするけど、ちゃんと気管に入れないかんのか分からん。のどらへんで止まってる気がするんだよ。食欲、そう、食欲あるんですよね。ここ3日ぐらい、いつだっけ。やっぱ気管に入れんと気管
本当に席で抱きそう。痩せましたか？なんかね、マリーナさんにも言われた。痩せたって。やっぱ痩せたんかな。また。わ、やけん。え、本当なんかね、カメコ STU で見たらちょっとなんか確かにツアーの時と違う気がする。え、だよね。あの期間で痩せたわ、絶対。すぐしかも最近ラーメン食べてないのよ、食欲なかったけん。ラーメンから遠ざかってて。やっぱそうなんだ。そう、咳も出るし食欲もなくて野菜食べててでしょ。そうね、1ヶ月ぐらいなかったかな。ちゃんとお弁当みたいなチキン南蛮弁当とか食べるんだけど、やっぱ食欲がある時のご飯より勝るものなしという感じで、美味しいけどって感じだった。そう、お粥食べたりしとったけど私焼きそばとか結構好きなんだけど、焼きそばもね、なんかね入らんかった。なんか違うなーって毎回思ってた。かろうじてボロネーゼが食べれるみたいな。かろうじて、ボロネーゼギリギリセーフみたいな。そう、なんか最初ボロネーゼやちょっとなー、でも美味しいもんなー、でもなー食欲はどうかなーって思ってレンジでチンして、なんか蓋開けたら、あ、いけるかもって思って食べれた。そう、いけるかもって。よいしょ、今日のサラダ、あれちくわの磯辺揚げ。あ、そう、ボロネーゼ、冷凍食品のボロネーゼがめっちゃ好きなんですよ私。めっちゃ好き、毎回買ってる。やばい、ランキングも。立花はやとさん、みつるんさん、えいちゃん、まいせんさん、こっぺさん、神戸のヒッキーさん、タンタンさん、 D さん、サトルンさん、スイヤンさん、オーサムさん、台湾のコウさん、タカソウさん、ヒラニーさん、フジポンさん、ミッドナイトシュガーさん、ストンコさん、キチネさん、イヌちゃん、スーパーカブさん、アオちゃん、トッキーさん、ホタテ様、ハンちゃん、ラクラクさん、ユリオピースさん、鳥太郎さん、みかん屋さん、トールさん、ロックオンさん、二の丸さん、メガバイトちゃん、メミフィーさん、トシーサーさん、ありがとうございます。今日はありがとうございました。お話し会と、
そうね、話し会またお待ちしております。今受付中なんですよね、ちょうど。またいつの間にか始まってた。え、そうなんや。もう今30受付だったのか。次の6日の13時までよ。サイレント受付よ。ね、いつの間にか始まってるの。サイレント、ドゥドゥーン。確かに。こんばんは。はい。え、よし、明日頑張ろう。早起き頑張ろう。嬉しい。話しましょう。そうね、私もどうやろう。うん、よし。明日はエナジー飲むかもしれん。そっか、合うな。ありがとう。うむうむ、そうよ、エナジージュースを飲むから。じゃあね、ありがとう。やばい、さっきお腹減りすぎてさ、あのお弁当さ早食いしたけんさ、ちょっとめっちゃどうしよう。バイバーイ。